去便のそのままの顔してるから。今井さん安い買い物ですよこれ。165603、このサイズを作る横浜のセンス分かります。確かにね。ヒストリックスっていう昔ブリットが作った、もう本当にクラシック用のバケットシート。昔の車っていうか、まあ、昔の車って言っちゃあれですね。ちょうどねメーターとかも。確かに。あの時計ノーマルですか？時計、そう、あれ、そう、そういう。これ？そう、それノーマル。え、これノーマルなんですか？そう、ノーマル。すげえ。いや、これがね、違う、違う。GL ってあるんだけどね。GL はタコメーターがなくてね、ここに時計が入ってるの。ここに時計、うん、ウィズ時計だからね。そうそう。なんだけど、この時計はお亡くなりになって。ああ。うん。なんちゃって。ベントでタコメーターをなんかお亡くなりになっちゃったらしいから、なんかあの違うのが入ってて。なんだろうな、これカムなんですかね。カムは入ってるけど、このアイドリングのこの、あ、アイドリングのボソボソはカムキャブの調整じゃないね。この車、この間ラリーで初めて見て、まあもちろん知ってるけど、ちょっと音いけてないなと思ってたんだけど、今ちょっと踏んだらやばいね。これいいでしょ、やっぱ昭和サウンドでしょ、昭和。これだけどさ、アイドリングでもさ、うん、昔の TS のレーシングカーとかさ、ヤンヤバンデッタパッタパッ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 パ。これね、まだね、カム多分ちょっと弱めなんで。ですよね。あ、まあ、僕なんかピークの時ね、あの80度近いカムだったんだけど、多分これ感覚的に70ちょこちょこ。70ないんじゃないですか、ね、72とか、そんぐらいの音、これ。あの、この手のね、昔の車のアイドリングの音が、ケンケンケン、バーン、バーンってかかるじゃん。そうそう、バンチャチャ、バンベンベンベン、バン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 。そういうのがね。もうテンション上げられていきましょう。じゃあ次はお嬢さんのドライブということで。ローバック？わかんない。ローバック。自己流でね。いや、相当やりますよ。相当嬉しそうだな。もう最後の上がりの車だったから。すごいな。じゃあ Z も楽しみになっちゃいますね。そうですね。ちょっとなんかちょっと違うスイッチが入ってきた。そんな気がする。
上がりますよね。そんな気がする。こんなの乗っちゃったんや、ちょっと。いやいや、ちょっとまずいでしょ。なんかノーマルでいいって言ってたら、もう嘘ですね。進んでないっていうか、速いから体感しますね。いや、あの、多分このエンジンはトルクがあるね。いやこれはもう乗りづらそうな感じないですもんね、全然。いや、僕初めて乗ったんですよ、今。初めて乗ってこんだけ乗れるって乗りやすいんですよ。しかもだって排気量1500って言ってましたもんね。そんなに大きなわけじゃないのに。軽さですよ。ガチガチじゃなくて全然普通に乗れるよね、うん、参りました。ちょっとなんか俺 の脳が変わってきました。入れちゃいけないスイッチが入ってませんか？大丈夫ですか？ちょっと入ってきました。高校生のことを思い出す。これは A15 ベースだから、うん、トルクはあって、ね、まあいい感じなんだけど、ね、ダメなんですね。僕はもっと可愛いと音がして、もっと回転が回るのが好きなんで、A12 ベースの 1298cc っていうのがあるのよ。 TS 仕様です。あれが乾いててもっと軽く回って、速さはこっちもあるかもしれないけど、雰囲気は僕の方が絶対あるから。いやだから僕も何回か乗ったことあるんだけど昔の、うんうんうん、こんな乗りやすくなかったもんね。もっとなんかプンプンしてたもんね。プン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 、うん、いやもうあの僕両方エンジン別に持ってるから、乗せ替えしながら好きなやつを着替えながら参りました。山根さんの顔が生き生きしてます。参りました。いやいいもの見ましたね。いいもの見ました。あのなんかあのベンチマークができます、自分の中で。ね、就活とかね、よくこれみんな処分するものとかね、片付けることって言うけど、僕は全うし続けることが就活だと。ね、自分のためにやり尽くすこと、ね、車のやり尽くすことは僕はこれが就活。バイクはバイクで、今また新たに違うの買っちゃったし。まあちっこいの。あ、やばいっす。二台ばっかり。もうだ、でもだんだんちっこくなるのかもしれないね。そう、大きいが大きいのでね、ちょっと楽しむだけ。だんだんちっこくなるのかもしれないですね。ちっこいのはちっこいので扱いやすくなるから。いやちょっといい経験だったなこれ。めちゃくちゃね軽いの。ポン。ファン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 って言えばいいです。そう、あのあれでしょ、アイスアラバイのこのカタカナ出てきてる感じでしょ。ファン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 。それが出ればいい。もうそれだから、それをそれを出したかったら294になるんですよ。ファンファンって言えばいいでかいカタカナ。そんで加速するときはファンって言えばいい。あとこう突き指がファーって。そうそうそう、もう完璧やっぱ。そう、シフトの時はファンファンって言えば、それはR レーシングシミュレーターは、とにかく実践で使える最高のトレーニングマシンだと思います。